おはようございます。キーボードですね。キーボードを早く打つための練習をしていたんですけど、なかなか上達しないですね。初めて3日目ぐらいまではどんどん速くなったんですが、それ以降になると速くならなくなってしまいました。それはどういうものかというとですね、キーボードですね、アルカナで打ってるんですけれども、この手前、この3行で日本語を打ってるんですけれども、この上の2つの列はまだいいんですね。ここの一番下ですね。Z から始まるこの列ですが、ここを押すのが手のひらが邪魔で見えないんですね。見えないんですね。で、なんとか覚えようと思ってやったんですが、この Z とか X、ザジズゼゾですね。が押しづらい。で、ですね。あとこちら側、右手側ですけれども、この句読点ですね、この辺もですね、本ポジションがずっと見えないんですね。見えないんです。で、この辺をですね、なんとかしたいなということ。ザジズゼドっていうボタンですね。それを覚えれば、この列だけでいい。上の2個だけ覚えればいいのかなと思います。そして、あとですね、ついでにこのキーボードは、アメリカ比較なんです。ですので、この下のところがですね、しかもマッキントッシュの配列なんですね。Mac の配列なので、これコマンドボタンとかがですね、コントロールはオルトはあるんですけども、変換ボタンとかがないんです。だから無変換とか再変換っていうのが割り当てられてるキーがないんですね。だからその辺をなんとかしなきゃいけないなと。ただ打ってるだけだっていいんですけど、訂正する際に再変換とかがないとなかなか大変なケースがあると思うんですね。で、そのやり方についてちょっと説明していきたいと思います。これはですね、今使ってるのは私2通りありまして、見えますかね。Google の日本変換と、従来の IME を使ってます。で、どちらも同じ環境で打ててるんですけれども、それぞれ違う設定としないといけないんですね。今日はですね、この Google 日本語入力について紹介していきたいと思います。ですね。このようにですね、3日程度でこのぐらい打てるようになるんですが、先ほど言った通りですね、キーボード、タブレットなどですね、小型の折りたたみキーボードが多いんですけど、これ日本語比較のキーボードじゃなくてアメリカ比較になっちゃうんですね。そうすると、この無変換とか変換がなかったり、それから、英語なので、もともと英語の配列、キーの配列なので、この、なんだ、ザジズゼゾを押すときに、Z をこの手の影に隠れている部分ですね。それから小さいつとか、小さいよとか、やとか打てない、多分 X、これは押せないんですね。それから濁点、この辺も手の影に隠れて、だから見えるのは V から M までの間ですね。せいぜい C まで見えるかな。B を中心に左右2個ぐらいずつしか見えないんで、ほんとよく打つボタンがちょっとこう押せないんですね。それから無変換が押せないのでキーがないんですね。で、それを解消するためにですね、ちょっとやってる方法をちょっと紹介したいと思います。で、ですね、普段お使いなの IME とか、Google と2種類あると思いますが、それぞれ設定の方法は少し違うんですね。で、今日はですね、Google 日本語入力について紹介したいと思います。で、このように青いボタンが出てると Google ですね。で、それでスパナーがありますが、これを押してください。で、プロパティですね。で、状況を選んでいきます。
そうですね、ちょっとこれキーボードしましょうかね。はい、それではですね、プロパティをしますと一般というところが出てきますので、このキーの選択で、編集を押します。はい、そうしますとこう、もうすでにセッティングが私してあるんですけど、この下2つですね、入力文字なしという状態。これ、この中にですね、新しく追加するときエントリーの追加って押してやるんですけども、で、行が1行、一番下に発生します。そこに、入力文字なしとか、サジェストの選択中とかですね、こういう直接入力とかですね、こういう状況が出ます。その中で、入力文字なしで選んでいって、コントロールの2ですね、コントロールの2番を、ちょっと下げましょうかね。日本ソフトキーボード出しますね。コントロールには、ですね、コントロールを押しながら2番を押すと、今まで再変換ですね。再変換のボタンが、こうですかね、再変換のボタンが、なかったので、ちょっと困っていたんですけど、ここに割り当てました。はい。ちょっと見てみましょうかね。キャンセル。再変換ね。例えば、ここの特別っていうところですね。はい。で、コントロールの2番を押すと、このように再変換に入ってきます。ひらがなにしましたね。はい。で、こういうことができます。続いてですね、プロパティで、ですね、ローマ字テーブルですね。これ一番下、ローマ字テーブルを紹介します。ここにはですね、なんていうローマ字を打ったら、どのように変換されるかというところですね。さっきのキーボード、これ下げておきます。ソフトキーボードを起動しますね。Z とか、ザジズゼゾですね。が、こう、手前にないと見えない。濁点とか丸、句読点ですね。これが手前、手に隠れて見えないので、それを割り当ててるんですね。で、今までだと、Z だと、あれなんですけど、今回、ですね、ザジズゼゾってどこかっていうとですね、こうですね。ZA でザ、G、ズって、これはそのまま機能を残してます。ザ、ジ、ズ。で、追加したのがですね、どこだ、V。一番、これ、ここから先追加したんですけど、VA がザ、ザですね。VI で G、ズ、ゼ、ゾ。だから、手前の V で Z の代わりにザ、ジ、ズ、ゼ、ゾが出るようにしてあります。はい。そうですね。これ辺がちょっと、ポイントですね。で、その場合 V は、ウに点々ですね。それがなくなってしまうんで、それ困ると思うんですね。それで VV を押すと、ウに点々が出るように追加してあります。ちょっと見つからないかな。それ入れてあります。VV ですね。VV はどこだ？上の方かな？で、今までの機能のやつも残してあるんですが、これですね。あと、ちっちゃい図とかですね、打てるようにしてあります。はい。まあ、これは、かなりアレンジして、自分の好みでやってますが、とりあえず、ザジズゼゾですね。これを、なんとかしたいかなということをちょっと紹介してます。例えば、今、入れてありますね。で、ここで、ザですね、V。あ、ちょっと日本語入力になってないかな。あ、なってますね。はい。今までは、Z、あ、ごめんなさいね。今まではこれ Z ですね。Z。ZA で ザ だったんですね。はい。で、VA を押しても ザ です。はい。はい。ゾ。ZO でゾだったんですね。で、VO でもゾになるようにしてあります。それで変換できるようになっています。はい。続きまして、この濁点、句読点とかですね、真ん中点とかですね、これはどうするかっていうと、これちょっと今までとちょっと違いまして、辞書ツールってのを選んでください。そうすると、こういったものですね、ちょっとね、変なのが出てきますので、いっぱい登録したので、あれなんですけど、こういうものを使います。はい。これで追加ってやると、この追加ボタンを押すと下に1行が発生して、入れることができるんですけど、例えば C ですね。ちょっとキーボード出しましょうか。C 変換で、丸、句読点ですね。句読点です。はい。で、V、並んできて、V
変換ですね。V はどこだ ?V 変換で句読点。はい。で、B で、真ん中点を入れてます。真ん中点どこだ真ん中点。真ん中点。ちょっと待ってくださいね。ちょっとま、見せないところがあるんで、ちょっとあれですが、B 点ですね。それから N で、濁点ですね。ちょっとね。とか、ま、マイナスとか、いろいろ入れてあるんですけど、N で濁点、M でも濁点で設定してあります。だから、ちょうどキーの真ん中 B ボタンですね。一番手前の真ん中センターが B なんですけど、ホームポジションが F と J なので、ど真ん中は B なんですね。で、この B が真ん中点、C と V が丸、N と M が点っていう風に割り当ててます。はい。そうすると、この手に隠れたこの部分が全部この真正面の下段の B を中心に左右に配列されますので、打つのが、考えなくて済むのかなというふうに、設定することができます。はい。実際にこのようにやってみましょうかね。ちょっと、キーボード配列出してみましょうか。はい。じゃあ実際にちょっと入れますね。C で、これ変換すると丸が出ます。で、V 変換。で、例えば、ここで、行う。で、一回これ確定します。で、V 変換、丸。ってできますね。はい。で、例えば、処理し、ですね。処理し、で、N 変換、で、濁点。っていう風になります。そうすると、完全に見なくていいのかな、ですね。はい。以上ですね。この上2行ですね。と、手前でも、B を中心にこの3文字だけ配置を体得してもらえば打てになります。はい。あ、ちなみにね、おうってこう2つ離れてますね。端と端。おってこれですね。おう。ダブルおうで、おうですね。これって今の漢字を使うといいです。例えば僕は9ですね。一個だけ小指で何とか僕押せたので9を割り当ててます。ダブル1文字でもいいんですけど、9変換で O が出るようにしてあります。まあ、これをお好みで、今の漢字登録を使ってもらえればいいと思います。はい。で、今の、辞書データもですね、共有フォルダに入れてありますので、読み込みしてもらえればですね、例えば、辞書ツールで、辞書ツールで、ですね、この管理かな管理の中でインポートってありますから、私のやつを読み込むことができますので、それで試してもらうといいのかなと思いますので、ご参考に紹介いたしました。以上です。